そして2回目10番スタートフランスのピカール、1回目は6位でした。このピカールという選手もなかなかスピードには強い選手ですね。はい、ですから、まあ、あのスーパー G が一番いいわけですけども、はい、まあ、大回転なんかも最近はどんどん出てですね、力つけてきてると思いますけどね。ピカールはフランスですからもう来シーズンにオリンピックが迫っています。そうですね、他にあまり選手伸びてきてないんで ね、 そうですね、この選手が本当に今リードしていくというところですね。ここまでトップ、トップタイです。差はありません。ここまでのトップはイタリアのペサンド、いや、スウェーデンのバルナーです。スウェーデンのバルナーがここまでのトップ。ピカールが後半どこまで伸ばしてくるか。そうですね、非常に、まあ、あのライン取りが良くなるんですね、スピード系をやってる選手というのは、ね、はい、非常にスムースな滑り。ちょっと取られました。どうか、上回りました。ここでトップに出ましたピカール、0秒29上回りました。そして次に飛び出してきたのはスウェーデンのエリクソンです。1回目5位につけています。エリクソン、さあこのスウェーデンの若手、まずまずの前半です。非常にまあ大柄な選手です。スーパー G を一番得意とする種目ですからね、はい、この選手も、まあ、その国のトップ選手に滑りが似てくるという話がありましたが、どうでしょう、ステンマルクの滑りと比べましたね。そうですね、ステープンマルクそのものが非常にまあ特徴のある膝の使い方だとしますからね。はい、2位に出てきました、はい、しかし0秒16遅れの2位。そうですね、そしてニストリスのビットラー、1回目は4位です。この後はスウェーデンのニベルグ、ノルウェーのクユース、そしてオーストリアのニールリヒト、このビットナーよりも成績のいい選手が続いています。急斜面のきついターンですね、深いターンなんかはですね、はい、得意とすると思いますね。完全にこの辺りは日陰になりました。これ日の当たっているところから日陰出るときっていうのもちょっと選手は、そうですね、神経質な人は嫌なものですね。私は気になりますけどね、はい、終盤に差し掛かりました。相当コースの右サイドに観衆が詰めかけています。ニュージーランドのマウントハット、ほとんどミスらしいミスというのはこう見られない選手ですね。そうですね、ちょっと流れたが、ゴールへ飛び込んで2位です。あ、ビットナー0秒13遅れの2位。これは本人としてはまずまずいい滑りでしょう。そしてスウェーデンのニベルグ、1回目は3位につけています。さあスウェーデン勢も最近は本当に、バルナーあるいはエリクソンとニベルグ、まあ、15位以内に3人が今日もこれ入ってるわけなんですが、そうですね、で、まあ、特に彼の場合は昨年の最終戦の優勝なんてのはやっぱり自信につながっていると思いますね。そうですね、左の目標タイム、これはピカール上回りました。わずかではありますが上回って現在ニベルグトップ。
しかしまあ来シーズンにつなぐ滑りをということでシーズンの後半にはよく言われますが、そうですね、この選手あたりは見事にそれを生かしてきてるというか、生かしてますね。非常に腰から下、足の長い選手、左のピカルを上回りました。あ、大きく上回りましたね。1秒03、これは素晴らしい。はあ、特に後半良かったですか今。そうですね、低い姿勢を保ちながらですね、スキーを送り込んでますし、はい、そして1回目2位のクユース、ノルウェー。何しろスウェーデンのニベルグがそれまでのトップを1秒以上引き離しました。本当にスタンスなんかフルセットに似てますね。そうですね。まあノルウェーチーム、北欧の荒くれ者というふうにも言われますが、なかなか豪快です。まあ見た目の綺麗さといいますかね、それはちょっと欠けるんですがね。そうですね、それで性格的には非常にみんなこう静かなんですね、選手が。あ、そうですか、ですからまあ非常にまあ耐えるといいますかね。私もノルウェー選手権に2回ほど TD に行ったんですけども、1回目が4年前、それから去年3月の後半に行きましたんですけどね、条件が悪い時でも選手も黙って本当に待ってるんですね。そうですか。そんな点では感心したんですけど、したがってこれはまあトレーナー、コーチがこう指導する方法、あ、2位に上がってきました。合計タイム2分31秒89。こう地道にそういったメニューをこなしてきている、 そうですね、その成果と。で、まあ、自国のコーチだけでなくて、やはりまあ今いろいろコーチ、オーストリア人でスイスのコーチをしたり、オーストリアのコーチをしたりしたコーチをまた招きましてですね、はい、でスピード系の強化なんかしてますけども、そういうこともだんだん耳乗ってきていると思いますね。さあ1回目トップのオーストリア、ニールリッヒ、ここに来て各選手非常にいい滑りを見せています。ニールリッヒはどうか。非常に技術的に安定してきてますから、安心して見てられるということは言えますけどね。あ、まあ、1回目トップになるとどうも2回目がという選手も多いんですが ね、 そうですね。左の目標タイムはニベルグ、スウェーデン。あ、遅れました、大きく遅れました。これはどうでしょう、やはり力みあるいは守りなのか。そうですね、力みほど感じないんですけど、やっぱりちょっとやっぱり過干さが足りないんですかね、はい、ちょっとテンポがワンテンポを待ってる感じがしますね、はい。まあ、このあたりも目立った失敗というのは全然ないんですが。そうですよね。タイムはどうか、遅れました、1秒35遅れ、大きく遅れて8位。あ、喜んでいるのはスウェーデンのニベルグ。